こちらの温度計ではなんと40度を示しています大阪府平方市では今日午後1時50分に最高気温が39.8度まで上がり観測史上最高を記録全国の今年一番の最高気温の記録も塗り替えましたまた豊中市でも39.5度と7月の観測記録1位を更新しました今日はほんまに暑いですね 今年一番やないかな命の危険を感じます暑すぎて関西では今日各地で猛暑日となり京都市では38.8度と昨日に引き続き38度を超えました危険な暑さは当分続く見込みでこまめな水分補給や無理な外出は控えるなど熱中症対策が必要です